黒部は海上自衛隊の訓練支援艦。艦名は黒部峡国に由来する。対空射撃訓練支援用の艦で無人標的機を射出、誘導することを主目的とする。軽空脅威及び防空兵器の高性能化、仙台の訓練支援艦、アズマの旧式化に伴い、それを補完するものとして建造された。 平ら乾板型の艦型であり、全乾板には 76mm 単装砲1機を装備する。標的機は BMQ-34RG f i r e b, b イー BQM-74E チャカさんをそれぞれ4機ずつ計8機搭載する。これらの標的機は後部乾板より発射され、艦上構造物トップの4面、フェーズドアレイレーダーにより最大3機の同時誘導。 完成が可能である。射撃結果評価用レーダーも別途搭載している。黒部は、中期防衛力整備計画に基づく昭和61年度計画訓練支援艦4202号艦として、日本交換鶴見造船所で1987年7月31日に寄港され、1988年5月23日に浸水。 1989年3月23日に収役し、自衛艦隊に直轄艦として編入され、呉に配備された。1990年9月、海上自衛隊の艦艇として、初めて女性自衛艦が乗り組みとなった。1994年6月24日、護衛艦隊に直轄艦として編成が得。2008年3月26日、 護衛艦隊霊下に第一海上訓練支援隊が新編され、天竜と共に編入された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣のため被災地、宮城県小長川町に向けて出港する。提携向は5である。ありがとうございます。